こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。FX では稼げないということでね、トルコリラがすごいことになっています。FX では稼げません。まあ、FX はね、世界中の人が簡単に参加可能です。そのため、何十年も人間離れした精神力で勝ち続けている人と、全くの初心者が、まあ、同じ土俵で戦う戦場と。これは、サッカーで言えばね、 フランス代表チームと、まあ、何々小学校6年1組チームが戦って、6年1組チームが勝てる可能性はどれぐらいあるだろうかということなんですけど、まあ、6年1組チームに勝ち目がないことは、サッカーのルールを知らなくてもわかると。しかしなぜか、まあ、投資やギャンブルだと、フランス代表チームに挑む6年1組チームが後を絶ちません。まあ、アマチュアがね、戦場に立ち続ければ死ぬのは当然と。 まあ、そして最近もまた激戦の中、亡くなった人が多数出ました。ねまあ、トルコリラ、すごいことになってますよね、これね。えー、カクンと落ちててね、えー、つい、えー、数日前までは、えー、20円超えてたのが、えー、現在は、えー、16円前後ですね。で、 過去10年見るともっとすごいです。90何円とかしてたのが現在16円前後と。で、この落ちていく過程でね、トルコリラっていうのは金利が高い通貨なもんですから、まあ、スワップ金利といってね、トルコリラを買っておけば高い金利がもらえるということでね、1リラ4円ぐらい下がったところで金利でカバーできるとか、 いうようなね、えー、論調が結構あって、まあ、持ちつ、頑張って持ち続けると、ね、えー、今、買い時だとかってやってた方が非常に多いみたいです。まあ、短期トレードはギャンブルだが、まあ、ファンダメンタルズ、ね、トルコの経済とか人口とか人口構成とかね、えー、そういうのに着目すれば、まあ、有利だと、ね。しかも、先ほど言った金利ももらえるということでね、アマチュアたちがたくさん買ってたわけなんですけど、まあ、当然大勢退場したと。 過去のね、もっと前だと、もっといろんな記事あるんですけど、これ一応ね、トルコリラそこねとやってね、出てきたグーグルの上位のブログですから、それなりに人気のブログとかなんでしょうけど、まあ散々たる状況ですね。2016年11月29日、1トルコリラ30円。ね、今はベストタイミングだって言ってね、現在半値近くになってます。で、またね、今年の3月、27日してたんですね。 もう27円安いんで、少しずつ積み立てで買ってますと。ずっと下がり続けてますからね。積み立てで買い続けた方がダメージ少ないということでね、買ってます。あるいはね、もう底値が本格的に見え始めたと。で、この赤線、これ23円なんですけど、23円がね、もう底値だと。いうことで、ポジション取ります。買いますと。これ6月。 えー、2ヶ月経ってないんですけど、の話です。まあ、ところが、今ね、えーまあ、今、ヘルシンキにいるんですけど、フィンランドの、まあ、1トルコリラは16円75銭と、ね、もう皆さん、金利が取れるとかね、どうだこうだっていうよりも、まあ、ほとんどロスカット、ね、強制ポジション解除と、ね、証拠金がなくなって、 まあ金利と、ね、トルコリー底ー損で上がっていて儲かるはずが、まあ、投資金額全損というような、ね、状態になっている方が多いと思います。でこれ、投資で失敗する人たちの3つの特徴なんですけど、見込みが外れているのに間違いを認めないと。まあ、そもそもスタート時点で、ね、トルコリー底ーねだろうと思って買ってね、それが底ねじゃなくてまだ下がったと。 そこは頑張って買うとこじゃなくてね、あ自分の見込みが間違えてたねというところでね、えー、やめ、やめるトルコリラを手放すというのがね、まあ、投資で生き残る人の特徴なんですけど、まあ、ほとんどそのやり方はできないですね。えー、そのやり方やってる人の報告とか見たことないです。それから、確率的に賞賛が低いのに自分は大丈夫と思い込むと。 ちょっと調べないみんな損してるわけですからね自分がやっても損する可能性は高いんですけどなぜか自分がやれば、まあ、得するだろうと <laughs> 得したいなと思うと得するだろうと思って参入しちゃうでこの1と2に密接に関わるというかもうそもそもねこの3が一番重要なんですけど損切りができないね、えー、もう見込みが違ったとか間違えてたとかね え損が出たときに、スパッと損切りできれば、投資でえ大きな痛手は追いませんし、大きな痛手を追わずに、戦い続ければどっかで勝てることもあると、ただほとんどできないんでね、負けを認めず、塩漬けして、そのまま投資、投資して投資っていうふうにね、不動産投資の時も昔よくよく言ったんですけど、この投資じゃなくてね、凍って死んじゃうってことですね、塩漬けじゃなくても、凍らせて死んじゃうという形になります。 そんなわけでね、もう、えー、アマチュアはプロがいない場所で戦うべきです。で、これね、FX はそういうように、もう誰でも参入できるってことは、ね、百戦錬磨どころかね、何十年も勝ち続けてるっていう化け物みたいな人と、えー、対戦してその人たちの儲けを提供してるという状態になっちゃいます、アマチュアはね。えー、ですんでね、もう輸出ビジネス、ね、えー、副業は輸出ビジネスがおすすめです。 もうイメージ的に面倒な感じですね。えー、まして、今進めてるオーストラリアアマゾンは始まったばかりのブルーオーシャンです。まあ、なんで FX は稼げないって、輸出なは稼げんのかよと、ね。本当に稼げんのかなというふうにね、えー、思った方はここ、ねえー、メールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押して、えー、情報無料で提供してますのでね、えー、チェックしてみてください。えー、FX は プロと戦って勝たなきゃ勝てない。だから普通は勝てません。でもね、輸出ビジネスっていうのはもうやってる人も限られてますし、日本に住んでるってことがそもそも輸出ビジネスで有利です。そんな形で、まずは登録してね、情報チェックしてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。